赤んに初は、渡辺淳一の小説。婦人公論の1971年7月号から1972年12月号にかけて連載された。同作を原作とし、1975年に制作、公開された日本映画についても紹介する。天才少女画家と呼ばれた、時藤純子が赤ん子で自殺してから20年。 作家となった、私は、かつて、淳子と関係のあった五人の男性に会い、淳子の死の真相を探ろうとする。著者の渡辺淳一によれば、時藤淳子は、札幌南高校時代の同級生で、天才少女画家と呼ばれた、火星淳子がモデルであり、私、小説的な側面を持つ。1975年6月21日に、東方系で公開された。 監督は、渡辺邦彦。山口桃江の主演映画として企画されたが、裸体シーンなどの問題点があり山口のオーケーが、取れず。急ぎ主演女優を選考し、6人の最終選考の中から強く主演を望んだ、五十嵐淳が抜擢された、と書かれたものと、五十嵐が原作を読んで、渡辺淳一に映画か、テレビドラマになるときは私をヒロインにしてほしいと。 ファンレターを送っていて、渡辺が、東方の田中治プロデューサーに、五十嵐を推薦し、田中が五十嵐に愛測座に、ヒロインに決めた、と書かれたものがある。特に後者が事実なら、最終選考は、最初から五十嵐で決まっていた出来レースということになる。アフリカの光振るわなかったとされる。なお DVD や BD の発売は、2019年9月時点で、確認できない。 VHS テープは1988年に東宝からありがとうございます。